王様はキャンプしますか？しないですね、バーベキューは好きですよ。泊まるときは、テントが仮にあったとしても、近くのホテルに行きますそこで一っ風呂浴びに行きますよ俺昔あのアウトドアという雑誌がありましたね。アウトドア、まあ今ではありますね。そこが地球丸という、雑誌社、そこがロッド&リールという雑誌を作り始めたんですね。でまだねその時に今の昔のあの編集長、中村くんっていうんだけど、副編集長で差し出くんっていうのが、アウトドア最後のアウトドアのその雑誌のね最後で次からロッド&リールに移動するっていう時の最後の取材が俺だったんですよ。桧原湖で、まだ桧原湖なんてあんなバスなんて今誰も来てない時代ですよ。一っ子一人ない時代ね、桧原湖で村さんキャンプをやりながら、取材をしたい。で店舗全部、まあ、もうだって地球丸だからアウトドアの雑誌だから、ね、テントも全部張ってそこでバーベキューしていろいろ食べるわけですよ。で電気をつけてそういう写真も撮るわけ全部。はい終わりました、ありがとうございましたって言ってホテルに行ってホテルに行って、ね、寝て起きて朝そこでまたあの焚き火を焚いてあたかもそこで寝てたようなっていうのを、やりました。僕がやろうって言ったわけじゃないですよ。ちゃんとそこはあのアウトドアのね日本一のアウトドアの雑誌のメーカーあの雑誌屋なんですけど、それでやりましたね。はい、だから、テントには泊まってません。はい、泊まった時ありますよ一応。ロシア行った時とかね何もないからね、泊まった時ありますけど、あえて、ホテルがない場合のみです。あのモンゴルとか行くとねすごいのがあるんでしょ、なんだっけあれなんつったっけ、名前出てこねえやね、あのゲルじゃなくてなんだっけななんとかいうやつであれに泊まったりね、伊藤君狙いに行くのにそれはありますけどね。はい、日本では、キャンプはしません。はいね、ということでキャンプはしません。はい、ということでまたお会いしましょう。さあ切り抜き動画見た皆さん、こちらの方はですね村田はじめのオンラインサロン YouTube バージョンの方でですね流した映像、そこからこう切り抜かれたやつでございます。オンラインサロンの方ではですね本当に一人一人のあんな疑問こんな疑問っていうのをですね直にお答えして村田はじめちょっと楽しみたいなという方はですねぜひご入会をよろしく。